藤井聡太新明王、19、イコール王位。棋聖イコールの誕生により、将棋界で複数冠を持つ騎士は二人だけになった。時代を担う両翼となる、渡辺明名人、37、イコール棋王。王将イコールは、同じ三冠に到達した、藤井里志王の明王を、どのように見ているだろう。 昨年度と今年度の棋聖戦で敗れている第一人者は今一番考えているのは藤井聡太さんといかに戦うかということ競った戦いをすることを目指したいですと語る天才との戦いを今後の棋士人生での大いなるモチベーションとしている北野信太作家渡辺が保持していた棋聖を奪って 初タイトルを獲得した藤井聡太はわずか1年で参加にへと踊り出た。一気に時代の頂点へと駆け上がったことを、同じ3巻である名人はどう受け止めているのだろう。この一、二年は四強、渡辺、藤井聡太、豊島正幸竜王、長瀬拓也王座と言われてきましたけど、 藤井聡太さんは他の3人と比べても勝率が高いので、タイトルが増えていくのはある種、自然なことかもしれません。一時的には自分とタイトル数が並びましたけど、自分としては分が悪い対戦成績は藤井聡太8勝、渡辺1勝ので、並んでいると言っても、 このままでいたら一時のことになってしまうかもしれない。だから、次戦以降はより強い意識を持たないといけないですね。タイトル戦を重ねている藤井聡太は今も成長し、変化していると映るのだろうか。いや、去年の棋聖戦五番勝負の時から完成度は高かったので、 変わっているかどうかということは本人にしかわからない領域の話だと思います。この一年で大きく変わったとは思わないですけど、勝率的にはずっと高いので安定飛行を続けている印象です。豊島竜王との大位戦、明王戦をどう見てきたか。両者の対戦成績は、藤井聡太の一勝七敗で始まり、以降は、 藤井聡太の7勝を2敗と反転している。豊島さんの方が相性がいいところからスタートしましたけど、藤井聡太さんが克服していることはやはり気にして見ています。相性みたいなものは当人同士にしかわからないものなので、それこそ二人に聞いてみたいですね。かっこ荒い過去にタイトルを獲得した騎士は45人いるが、参観は、 騎士において10人しかいない特別な領域になる。二つ三つとなると、スケジュール的にもきつくなってきます。だから、トップグループの30人くらいに対して、毎回いっぱいいっぱいの研究をせずとも、普通に指して勝てるくらいの力関係にならないと難しいです。自分も20代後半に2巻。 三冠となる中で意識したことは、ハブ、ヨシハル九段三と互角で戦えるかどうかでした。ハブさんと互角に戦えれば、他の人には七割くらいの勝率を残せる。そうなると、タイトル戦でも有利になってくる。という基準になっていましたこれまで名人は、若い人が勝っていくことは自然なことと、たびたび発言してきたが、 もちろん、自然なことに抗って、頂点を極め続けるのは、第一人者の本能でもあるだろう。藤井聡太さんに対して良い戦いができるかどうかということは、今一番考えていることですね。まずは競ったスコアにしていけるかどうか。実際にできたら、やっぱりすごいなってなるじゃないですか。笑い。それが今。 考えていることと目指していることです。以前、対、藤井聡太戦について、2度負けたら戦い方を変えていかなきゃいけないと語っていた。今後は、今までとは違う、何かを求めていくことになるのか。自分が今から、ガラッと将棋を変えることはないですけど、自分にしかわからないくらいの変化はしなきゃいけないと思います。 序盤の精度を上げること。中盤での方針の立て方。将棋って色々な要素があるので。工夫の余地はまだまだあると思いますずっと届かなかった。名人位にもつき、多くの目標を達成してきた。いかにして、藤井聡太と対峙していくかは、今後の騎士人生における大きなモチベーションになる。もちろん、 藤井聡太さんとだけ戦うわけじゃないですけど、藤井聡太さんとどう戦うかということは、一番考えていることです。再来年度、藤井聡太が史上最年少名人をかけた挑戦者にとして、7番勝負に登場する可能性も残されている。現段階で考えることじゃないですけど、 来年自分が防衛できたら考え始めると思います。渡辺明、渡辺明1984年4月23日、東京都葛飾区生まれ、37歳、初心は晴れ七段が門下、94年、小4で小学生名人に、2000年、史上4人目の中学生騎士に、 4年。20歳で、初タイトルの竜王をダッシュして、以降9連覇。獲得タイトルは、歴代4位の通算29期。衛星竜王。衛星基王資格保持者。異比者等。趣味は、競馬。プロ野球観戦、ヤクルトファン。欧州サッカー観戦。 フットサルやカーリングをプレイすること。次のオーディオビデオでお会いしましょう。